ハイフローヘッドって俗に言うあのポート研磨をしたヘッドということになります。まあ、ポート研磨っていうと何かっていうと、ノーマルの鋳物の形状のままでは効率が悪いために、形状の最適化、さらに表面を磨いてある程度面相度を上げた状態のヘッドです。このヘッドはあの数々のテスト実験で実際空気を流してブローベンチテストを行った上で、形状を決められ、さらに燃焼室も修正されています。